はい、おしちょぶだ。なんかいらんもんが映ってるかなまあいいや。ね。散 <laughs> らかってますけど。えー、ベタな装備紹介シリーズ行ってきたいと思います。ガバメントのマガジンポーズです。まあ、前の動画にね、ちらっと出てると思いますけど。えー、M1911A1。ガバメントのマガジンが2本入る。よいしょ。ね。1本ずつね、ポケットに。 本ずつ入るバカジンポーチになってますよ、ね、ナムセイの時はスライドキーパーになってて、うん、これ程度ええけどスタンプ何にも分からへんなまあこれスライドキーパーになってるんで一応56式と思うんですけど うーん具体的にいつからかっていうとまあベトナム戦争中に採用してたことは間違いないと思うんですけどまあ80年代ぐらいまでは結構これかな、うん、ベレッタ採用するまではねガバメント採用してる間はこれが例えばこのままナイロン製になったりとかっていうのを僕は見たことないです一個遡りますねパッと見は一緒じゃないですかなんかちょっと 大きさというか違って見えなくもないですけど何が違うかっていうと裏が違いますよね。ね。これもうちょっとでスタンプ読めんのにな,なんとか年代だけでも分からへんかな。こうこれ画像で見た方がひょっとしたら分かりやすいパターンも過去にはあったけど生地がね粗いんでねスタンプが綺麗に。 打ててないといいとうかかねままあまあ分かりにくいんですただこいつはねまあこのねスライドキーパーではなくこうベルト同士になっててねあ今ね前はねベルト同士になって,てこうボタンがついてますよねボタンがついてるやつに固定するんですよねこれはねどっちかっていうと二次対戦の仕様なんですよね で、二次大戦というか、まあまあも、もっと遡った古いモデルですよね。まあな、まあ、当時は、こう、ピストルベルトのね、一番、こう、左前のところに、このボタンの相手があって、それに、ここに固定するんですよね。左前につけるっていうのまあ規定というかね。まあ、ガバメントのマガジンポーチと M1 カービンのマガジンポーチはそうやって使うようになってたんですよね。で、 形がまあ二次対戦なんで、これ対戦モデル、まあ、もしくは40年、えー、対戦後ぐらいのやつかなと、普通は考えるんですけど、色がね、これ変わんないですよね。対戦直後の OD っていうのはね、結構渋い色してるんで、ちょっとこう、5、6式のこの OD とはちょっと違うと思うんですよね。 これね年代がはっきり分かったらええんやけどねこのね売ってた絵、えー、と値札誰のどこから買ったのか僕も忘れましたけど192345ポーチベトナム初期ってしてありますね、まあ、1923っていうのは多分さかのぼっての形式やと思うんで別に 23年モデルに作ったっていうわけではこれ自身がねではないと思うんですけどなんか年式読めるやつも昔は持ってたような気もするでもこれ十八年とかやったような気もすんなうんまあこのタイプのマガジンポーチに注目する人は少ないと思いますねなぜか好きで持ってますでこれは、えー、二次大戦のガバメントのポーチですよねまあ ままあ、まあい、いわば色単なる色違いです。これもね、裏ね、ベルト同士にボタンがついてるんで。まあ、言う,言うたら、うん、一緒かな。で、これがね、もうちょっと遡ると、えー、ボタンが2つになってて、ここ丸いやつとかね、そういうのもあるんですけど、探したら出てくるような気もしますが、えー、別にそこはあの余談なんでいいんじゃないかなと思います。まあ、ガバメントのマガジンポーチャーはこんなもんでいいんじゃないですかね。まあ、これ今後の 小物といってもねまあガバメントのマガジンポーチって基,基本は基本だと思うんでねまあ短いと画でいいんじゃないでしょうかではではすいませんガバメントのマガジンポーチ追加です <laughs> ねこれが古い方のタイプですえー、これ膨らましが入ってるね1918ほんまかなね 19 18ね、1918年まああの前紹介したバーベルトのねこの同じ年代の、えー、マガジンベルトにガあれ最初からガバメントのマガジンポーチが付いてたんで似たような感じにはなってたと思うんですあこれ変なことしてあんなあそうでもないんかなんか詰め物が入ってるから狭いだけがちゃやなね同じようにベルト状になってて えー、なんか膨らましがきつきつなんやな <laughs> なんか前の持ち主が膨らましを入れてたんでねこれはフルタイプですまあまあまあそれだけです <laughs> あなんかねここがねしかとんがってるやつもあったと思いますそれは持ってへんかなさすがにではでは今度こそ。